こんにちは、ずいふうさんです。今日は石橋貴明さんをやってみたいと思います。最近ね、 YouTuber になって、活躍してますね。どんな運勢してるのかなとね、いうことで、見てみたくなりましたね。パッと見た瞬間、前世での償いなどだということですね。ですから、その YouTuber でそのいろんなことを発信するっていうのは、前世での悪行の償いということが分かりました。ですから、普通のね、発信の仕方ではないということで、まあ見てみたらね、清原さん、まあ逮捕されてね、しまった人とか、そういう人ですよね。ですから、そういうのを扱うっていうことですよね。自分も前世で悪いことをした、その償い、同じようなことをしたかもしれない、その償いとして、支援するということですね。ですから、以前問題あった人、ね、そして何か更生している、更生の途中である人のお手伝いとかね、あるいはその体の不自由な人だったりとか、あるいはね、まあ、世の中にこうスポイルされた人とか、そういう差別で見られている人とかね、そういうことに関してね、これからやっていくんではないかなっていうね、ことは思いました。まあ、中田あっちゃんとね、共演してましたけどね、焚き火を囲んでね、あ、なるほどっていうね、思いましたけどね。そんなようなことでね、ああ、なるほど、そういう意味があったんだということで。で、もともとはね、非常に、何か勉強をするとか、何か学習をするとか、世界に発信するっていうね、そういういい意味がありました。メジャーリーグに出たのはね、映画でメジャーリーグに出たっていうのは、非常にいい外国運がいいということですよね。外国運がいい、じゃあ国内運っていうことになっちゃいますけどね、国内運一番注意しなければいけない。ですから、口は災いのもと、ね、ということでね、嫌いな芸人ナンバーワンとかになってしまってね、2017年度18年度はね、なんか偉そうだとかね、そういうことをね、言われてしまいました。そしてその仕事が激減するということですよね。で、最もやっぱりなぜこの世に生まれてきたかというと、勉強をするためということなんですね。そういったことも含めてね、今までその偉そうだったのかなっていうね、ことだったりとか、まあそれが芸風って言えば芸風なんですよね。よく面白かったら、矢沢のモノマネしてね、非常に面白かったですけど、で本当にちゃんとね絡んでて楽しく見てたんですけどね。まあそんなことでね、勉強をしていくね、生涯学習みたいなね、うん、で何かしらのね、試練だとか考えさせられることをってね、やっぱり高さにとってはね、起こるわけです。ですから、正直大変だなっていうね、感じはしますよね。ですから、まあ、今回メディアを使ったっていうことはね、もう大正解ということですよね。で、友達運って強いんですよね。ですから、友達運って強いんで、それによってね、いろいろ幅を広げていくということなんですけど、友達を重視すればお金がかかる、ね、
お金儲けを優先すれば友達関係がおろそかになるっていうね、そういうね矛盾を抱えた運勢なんですけども、これはねもう割り切りです。もう仕事は仕事、お金儲けはお金儲け、友達関係は友達関係ね、そういうふうにすべきなのに、その友達関係と友達関係をお金儲けにしたら、これは良くないですしね、お金儲けの中に友達をこう巻き込むね、こういうことがもしかしたらあったのではないかなっていう、そういう運勢なんですよね。ですからもうこういう人にはね、言いますよね、まあ割り切ってくださいとね、友達関係、あるいはお金儲け、ね、そういう運勢です。そしてね、自分自身でその何かやる、誰かに指図されるんではなくて、何かやるという、そういうね、ことが楽しい人ですから、もう YouTube、やってるってことはもう自分でいろいろねできるわけですから、自分の裁量で何かやるっていうのはもう非常に楽しいな、ね、そういうような人なんでね、事務所の関係とか芸能界の人間関係とか、そういうバランスとかそういうのを抜きにしてねやるっていうことは非常にご本人喜んでやってるんだろうなということは思います。ただね、これまたね対立するところがあるんですけど、ほなみちゃんですよね、ほなみちゃんとか、ね、ほのかちゃんとかね、家庭とちょっとね、お父さんちょっとみたいなね、ちょっと待っとけお父さん、ちょっと頑張るからってね、それにしてもみたいなね、なんかそのやっぱりぶつかり合いっていうのがそのあるということも出てますんで、これってやっぱり両立なんですよね。ほなみちゃんとほのかちゃんも一緒にこう納得させてね、行くというね、両立、これがやっぱりテーマだと思いますね。だからタカさんのやっぱりホロスコープを見てると、両立とか使い分けということがね非常に大切なテーマな人なんだなっていうことはやっぱ思いましたね。ですからまあこれからもね、楽しみですよね。もう100万人突破してるっていうね、ことでね非常に楽しみだと思いますんで、ぜひねやってもらいたいなと思います。でかつてのね、もうあれをやってほしいんですよ。タカさんチェックね、あれで、ね、面白かったんですけどね、ネルトンペニクルシラタンってね、皆さんに言ってもよくわかんないかもしれないんですけどね、あれでタカさんがね、タカさんチェックってやっててね、やってたんでね、それをね YouTube でねやってもらいたいと、まあ個人的には思うわけです。ということでね、ざっくり見てみました。しばしたかあきさんについては出生時間がね分かりますんで、出生時、生まれたところも葛飾区ということ、そして9時、22分でしたっけ、午前中のに生まれたっていうね、ことが分かっておりますのでね、より深く見ることができますので、また何かあればねやってみたいと思います。それでは今日はこの辺で、じゃあ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、さよなら。